皆さんこんばんは。2023年はしばらく条件が良くなくて夜に見られない日々が続きましたが、2024年は見ることができそうです。それは上弦の月か1日前の月齢が7くらいの時、影の境目に光の文字で X のイニシャルが浮かび上がる時があります。これを月面 X と呼んでいます。双眼鏡や望遠鏡でないと見えない文字なのですが、光の当たり方でだいたい1時間くらい、もっと頑張れば2時間くらいは見られる現象です。月面の南緯 25.5 度、東経 1.1 度の地点が明暗境界線となる頃に見られるのがこの月面 X です。じゃあ実際どうなっているのか、お月様に近づいてみましょう。望遠鏡で見て月の南端から北へ3分の1ほど行ったところにある隣接する3つのクレーターの壁によってできた地形に X の文字はあります。クレーターにはそれぞれ名前があって、プランキヌス、ラカイユ、プールバッカの3つ。でも不思議だよな、地上じゃ太陽の光が当たるのって一瞬だと思うんだけど、なんで1時間も2時間も X の文字を見ることができるの？それは月での明暗境界線は1時間で経度の 0.5 度しか変わらないのね。月面で見る太陽の動きは地球上で見る太陽の動きの約30倍もゆっくりなんです。月が常に同じ面を向けている潮汐ロックがかかっているからですね。そうそう、しかもクレーターの壁は想像以上に高くって、 X の文字に当たる山脈は標高 1000m から 4000m もあるのね。わーお、3776m の富士山並みの高さがあるんだ。これほど巨大な地形なので、見える予報日時と月面の場所さえ知っていれば20倍程度の倍率の小型望遠鏡でもバッチリ確認することができます。一番最初に発見したのは誰だったのかしら。ネットでは月面 X の最初の写真は1865年3月4日に撮影されたものが残っています。弁護士でもあり宇宙の写真を撮るのが好きだったルイス・モー・リスルターファードさんが撮影したもので、ニューヨークで現地時間の午後7時頃、その時間帯にニューヨークから見えていた月面 X が最古だろうとされています。概要欄にもリンクを貼っておきましたので、興味があったら見に行ってみてくださいね。それではそんな2023年は見ることが難しかった月面 X ですが、2024年には一体いつ頃見えるのか、1月から順を追ってみていきましょう。 January 18, 2024。 毎度おなじみ埼玉の空からお送りするよ。最初の1月なんだけど、実は2024年で一番好条件な月になります。月面 X になる時間も予報サイトによって様々だけど、だいたい18時20分くらいを目安に待ち構えていれば月面 X を見ることができそうだね。木星が近くにあるんだね。1月18日の日の入りは16時53分上弦なので、その頃には南の空高くまで登って見えてるね。白明が終わる頃には土星が沈んでシリウスが東の空から登ってきました。月が南中に差し掛かるのが17時44分18時頃から X が見えるから、まさに条件は絶好調、時間帯も早すぎず遅すぎず最高。この時間帯に見える星空はまず東の空にオリオン座が見えるね。一番高いところに輝いている星は御舎座のカペラ。それにさっきも言ったけど西の空に土星、東の空には一番明るい一等星大犬座のシリウスが見えています。お天気さえ良ければ1年ぶりにして好条件な月面 X 日和になります。あれ、さっきなんか横切らなかった？流れ星点滅もしてなかったので飛行機でもないです。人工衛星っぽいです。よく気がついたね。この西の空の低い位置で光ったものは国際宇宙ステーションになります。時間は19時ちょうどあたり、ほぼ西の空から高速で飛び出してきて低い高度を維持したまま北の空へ向かって飛んでいくのが見えます。飛んでる途中で消えちゃうけど地球の影に入ったからで UFO じゃないからね。見えている時間はわずかに3分間。見晴らしのいいところなら国際宇宙ステーションもお出迎えしてくれます。なんて豪勢な月面 X の日なんだ。
以上が2024年最初に見える日にして一番の好条件な1月18日の夜でした。最低でも1時間、頑張れば2時間は見ていることができますので、お天気が良ければ観望会に見に行ったり望遠鏡で見てみてください。 Let's all take on the moon next challenge. February 17, 2024。続いて2024年2月の月面 X は時間帯にして午前9時35分頃、その頃お月様は地平線の下なので2月は割愛します。次の3月はまたまた好条件な日になります。2024年では1月と3月が見どころなので3月もじっくり見ていきましょう。 March 17, 2024。3月の月面 X 予報時刻はこんな感じ。だいたい23時から0時の間の23時30分頃、見れば X の文字を見ることができそうです。その23時頃の空はどうなっているのかというと、冬のダイヤモンドのほぼ中央に位置していて、南中は通り越して高度も30度くらい。やっぱこう見ると1月がいかに良い条件だったのかがわかるね。月が地平線に沈むのは翌日の18日午前1時46分頃。条件はいいと言っても1月と比べてかなり遅い時刻だね。 X の文字が見えなくなる0時過ぎには20度を下回りました。ライブ配信で見ると思います。そうだね、高度も低いしその方が安全だし確実。2024年の2番目に好条件な3月の星空は以上になります。 April 16, 2024。次の4月の予報は真っ昼間の13時20分頃。いずれの予報も昼間のお月様とあって X の文字を見るのは難しいと思われます。 May 15, 2024。 5月もちょっち厳しいかな。予報では上限の日15日といっても日付が変わるギリギリの23時59分。その頃お月様は10度の高さに位置しています。夜とはいえ月の入り時間が0時55分。もう一つの予報の翌16日の1時59分では地平の下に沈んでしまいます。あまり好条件とは言えませんね。 June 14, 2024。あっちゃ、6月も昼何回。そうね、しかもお昼の13時台の予報なので高度も低めです。とっとと次に行きましょう。 July 13, 2024。7月の予報は22時か翌日の0時台頃。近くに見える星は何？近くにある星は春の星座でおなじみの乙女座のスピカになります。もうパターンでお分かりかと思いますけど、上限の月で日付が変わるあたりの時間帯だともう月が沈みかかってしまいます。 August 12, 2024。 夏真っ盛りの8月は猛暑の中真っ昼間予報。しかも月が地平から顔を出すのは12時頃から、さすがにこの時期は見ることができないね。部屋か図書館に行って本を読んで秘書しています。 September 10, 2024。 お次の9月なんだけど、予報の多くが22時台で希望が持てるかなと思いきや、21時15分で地表に沈むギリギリな状態。20時47分の予報だったとしてもわずか高度5度ほどの高さ、9月も観望はできない月となりました。近くにある赤い星は何？赤い星はサソリ座のアンタレスですね。 October 10, 2024。 10月もこれまた地平の下に沈んでいる状態での X 予報になります。月の出が12時42分、予報が9時台なので次へ行ってみよう。 November 8, 2024。 11月の予報は22時台。しかしここでも月の入りが22時2分なので、やっと見える頃には地表の下に沈んでしまいます。次はもう12月、最後の月は頼むよ。 December 8, 2024。 2024年12月の最後の月なので期待したいところですが、この月も昼間予報でした。Oh my goodness。 この日の夜は上限の1日前のお月様とそばにある土星をお楽しみください。 Year 2024 General Summary。 そんなことで
この2024年の月面 X 予報はいかがだったでしょうか。最初だけであまり好条件な年とまではいきませんでしたね。1月と3月とギリ5月までしか見ることができないじゃん。だから2024年の1月はとっても大事。お天気が良くなることを祈りましょう。それではこの2024年の月面 X が皆さんにとって良い星空ライフとなりますように。 See you again at the moon X. Bye bye, bye, bye.